ペター・ソルベルグ、ペター・ソルベルグ、1974年11月18日隊は、ノルウェーア・スキム出身のラリードライバーの世界ラリー選手権と2014年、2015年の世界ラリークロス選手権のチャンピオン。WRC 参戦時は、スバルラリーチームのエースとして活躍した。兄のヘニング・ソルベルグもラリードライバーとして活躍している。 両親は共にラリークロスのドライバーで、ペターは8歳の頃には、両親の農場で車を運転していた。免許取得前には、13歳で、ラジコンカーレースの国内チャンピオンになる。競技デビューは1992年で、ノルウェーオートクロス選手権にて2戦目で優勝。その後はに、ヘニングのお下がりの車に乗りながら、1995年1996年に、ラリークロス、 ヒルクライムのノルウェーチャンピオンとなる。1996年、トヨタセリカ ST165 に乗りラリーに初出場する。1998年には、ノルウェーラリー選手権で総合優勝を果たし、この年のラリースウェーデンで、セリカ ST205 に乗り WRC デビューを果たす。カラフォードラリーチームで参戦。コドライバーもこの年からフィルミルズになった。 それまでペターの子ドライバーを務めていた人は、その年から兄、ヘニングの子ドライバーにな。スウェーデンにて、フォードエスコートでワークスデビューを飾ると、トーマス・ラドストロームの負傷欠場のためにサファリラリーで、フォードフォーカス WRC に乗ることになり、WR カー初体験にもかかわらず5位でフィニッシュを果たす。もう、中盤戦までフォードでドライブし、サファリで5位。 アルゼンチンで6位と確実に成長を見せるようになる。しかし、フル参戦の機会をなかなか与えられないことに不満を抱き、フォードから飛び出す形で2000年8月に SWRT、スバルワールドラリーチームに移籍する。ソルベルグのドライビングは荒々しく、それゆえ車を壊すことも多かった。その面はスバルに、 初の WRC タイトルをもたらしたコリン・マクレーと似ている。しかしスバルに加入して経験を積むうちに安定性が増し確実に成績を残すようになっていく。は、アクロポリスで初の2位表彰台を獲得。の最終戦グレートブルテンにてマルコ・マルティンとの激戦の末自身初優勝を挙げシリーズランキングも2位になる。2002年からの2年間は 4度の WRC、ドライバーズチャンピオンに輝いた富マキネ年をチームメイトに迎え、様々なことを教わった。2003年シーズンはそのマキネ年を圧倒するようになり、マキネ年はこのシーズンをもって引退を表明する。スバルのソルベルグとフォードのマルティン、シトロエンのセバスチャン・ローブラは、WRC の世代交代を象徴する存在となっていく。 はシーズン序盤は不審だったものの、中盤戦から勝利を重ねるようになり、カルロス・サインツ、セバスチャン・ローブ、リチャード・バーンズとの4つともえのチャンピオン争いを展開する。最終戦グレート・ブリテンを迎える時点で、獲得ポイントは、ローブとサインツが63点、勝利数の差で、ローブが、首位、ソルベルグが62点、バーンズが58点だったが、バーンズは、ラリー直前に、 脳腫瘍の病に倒れ欠場となった。ラリー本番ではサインツが初日にリタイアし、ソルベルグとローブの一騎打ちの様相となる。ソルベルグが持ち前の豪快な攻めで SS ベストタイムを連発する一方、ローブはシトロエンのマニファクチャラーズタイトルがかかっていたこともあり、終盤は堅実な走りに徹するようになった。最終結果は、ソルベルグがシーズン4勝目を果たしローブは2位。 獲得ポイントは72点対71点と1点差で、ソルベルグが逆転し、自身初のワールドチャンピオンを獲得した。王者ソルベルグは、序盤堅実な走りを見せるが、アルゼンチン、フィンランド、ドイツと、中盤参戦で連続リタイアを喫してしまう。一方で、初開催のラリージャパン、グレートブリテン、サルディニアでは3連勝を挙げる。 シーズン5勝と最多のステージベスト95回を記録したが、6勝して確実に高ポイントを積み重ねたローブ初チャンピオンを獲得し、ソルベルグのタイトル防衛はならなかった。2005年はスウェーデン、メキシコで2勝を挙げたが、その後はミシュラン製、グラベルタイヤを武器に、ローブの快進撃が続く。ソルベルグは日本では、 勝利を目前にしながら不運なリタイアを喫し、オーストラリアでも、周走行中に、カンガルーに激突。同じ1974年生まれのライバルだった。二人は、勝ち続けるローブと勝利に見放されるソルベルグという、対照的な関係になっていく。2006年も、インプレッサ WRC の戦闘力向上が、進まず、成績も得点圏内に入賞するのが、 やっとという散々な展開となった。ドライビング的な問題よりも、マシンの不具合や突然のトラブルといったものが足を引っ張り、ソルベルグ自身、呪われていると頭を抱える始末であった。2007年も、同様に、ポディウム争いからは遠のく。2008年は、インプレッサの新型 WR カーがデビューし、ソルベルグが一時 SS で、トップタイムを叩き出すなど、 明るい兆しが見えてきたシーズンでもあった。しかし世界金融危機の影響で業績が悪化したスバルは12月16日に突如 WRC からの撤退を表明した。これについてソルベルグはアイドントのホワットウィルハップナウ現状ではどうなるかわからない。とコメントした。スバル撤退後の2009年は他メーカーのワークスシートを獲得できず ノルウェーで PSWRT ペターソルベルグワールドラリーチームを立ち上げ、シトロエンクサラ WRC05 に乗り出場した。旧式のマシンに乗るプライベーターながら、時折ワークスチームと同等のタイムを叩き出すなど検討が光る。終盤2戦のカタルニアとグレートブルテンには2008年スペックのシトロエン C4WRC でエントリーし、2戦、連続4位に入賞した。 また、耐久レースにも興味を示し、ルマン24時間レースに出場するクラージュオーレカのテスト走行も行った。2010年も自らのチームでの参戦となり、2009年スペックのシトル NC4 を購入して前線に参戦。長くコンビを組んできた小ドライバーのフィルミルズンが引退したため、クリスパターソンと新コンビを組んだ。この年も未勝利に終わったが十三戦中九戦で、 表彰台に入り、2勝を遂げたセバスチャンを J を上回り、ランキング3位に入った。2011年も、自チームから参戦。前年までは、プライベーターとしての扱いだったが、ワークスができない地元でのテストができると M スポーツから、意義があったため、マニュファクチャラーチームに登録された。2011年規定に合わせた、シトロ NDS3WRC で前線に参戦したが、 2010年まで、いた、チームマネージャーが離脱し、シトロエンからスタッフが送り込まれている。2011年シーズン終了後、ミッコヒルボネンがシトロエンに移籍したのを受け、フォードは、ソルベルグの起用を発表。2000年以来久々にフォードワークスへ復帰し、4シーズンぶりにワークスマシンで走ることになった。契約は1年で、ヤリイコール、マティラトバラのナンバーに扱いとなる。 2012年は開幕戦モンテカルロで3位表彰台を獲得。その後もコンスタントに成績を残し、前半戦はランキング3位につけて9年振りのタイトル獲得が期待された。後半戦は3戦連続リタイアが響き、同郷の若手マツオストベルグに抜かれ、ランキング5位に終わった。2013年はフォードとの契約延長交渉がまとまらず、 WRC 参戦を断念。代わりに、自らのラリー活動の原点となった、ラリークロスへの回帰を発表した。スウェーデンのトルスビーで PSRX、ペター・ソルベルグラリークロスを立ち上げ、ヨーロッパラリークロス選手権に参戦し、最終ランキングは8位。ソルベルグ自身は2014年に、WRC へ復帰することを希望し、 新規参戦するヒュンダイのドライバー候補にも挙げられた。しかし、ヨーロッパラリークロス選手権が2014年から世界ラリークロスで県に昇格することから、引き続きラリークロスに参戦することを決めた。2014年は PSRX のシュトルン d s 3に乗り、ワールド RX へ参戦。シーズンを通して安定して上位の成績を上げ、残り2戦を残して、 第10戦イタリアにおいて初代チャンピオンを獲得。史上初めて2つの FIA 世界選手権シリーズでチャンピオンを獲得したドライバーとなった。2015年はリアム・ドラントの共同チーム SDRX から参戦。プジョーワークスの新エイティミー・ハンセンとタイトルを争い、最終戦で選手権連覇を決めた。2016年は開幕戦ポルトガルで勝利を挙げるも、 後のレースではなかなかポイントが得られず、ランキング4位に終わった。2017年は WRC に復帰するトヨタからオファーを受けたものの、引き続き、ラリークロス選手権に、フォルクスワーゲンの技術支援を受け、ポロ GTRX で参戦。極めて陽気で開放的な性格と、前向きな思考の持ち主であり、派手好きでもあることが知られている。ファンの存在を大事に考え、 応援に対する感謝とサービスとして派手なパフォーマンスを見せ。あだ名はハリウッド、また日本ではその飛ばす様から全開とも呼ばれる。性別を問わずファンの層は厚く、ラリードライバーの間でもソルベルグの存在は好意の対象となっており、派手すぎるパフォーマンスに苦言を呈することはあっても彼を悪く言う人間はほとどいない。 特にマーカス・グロンホルムとの仲の良さは有名であり、イベント前や競技の合間に二人がよく喋り、時にじゃれ合っている姿は、おなじみの風景になっている。例外としては、チーム離脱までの経緯、起用に対して不満が募った果てに、離脱をめぐりフォードワークスのリーダー、マルコム・ウィルソンとの関係が険悪になったことがあったが、ソルベルグがチャンピオンになった時に、 ウィルソンが祝福したことを契機に和解が進み、現在では何の問題もなく会話できるほど二人の関係は修復されている。楽観主義者にも見られがちだが、困難な問題に直面した時には、解決のためならば自分自身やスタッフに対する容赦ない批判も口にし、マシンの改良点についてアイデアを思いついたら即座に軽電話で担当者に連絡を取るなど、 なりふり構わぬ行動をとる。2007年型のラリーカーについて他のドライバーが好意的な感想を述べたのに対しソルベルグだけは率直に問題点を指摘し批判した。走行時は口をポカンと開けた状態で運転するという独特のスタイルを持っている。優勝する際、ラリーカーの中でおたけびのような大きな声を上げてはしゃぐ姿は有名である。この面が ライバルのセバスチャン・ローブの冷静沈着ぶりとは対照的である。パフォーマンスとしてドアやドアを開けた状態でロールケージに乗りながら運転する箱乗りやその状態でドーナツターンを行う箱乗りドーナツのほか2004年のギガバイトラリーではロールケージとドアの上に立つ立ち乗りを披露した。その際には助手席のミルズがステアリングを握っている。なお、同じく パフォーマーとして知られるジジガリンが披露した低速走行中に車から降り追いかけて再び乗るパフォーマンスに半ば本気で嫉妬した様子。そんなソルベルグも2008年に立ち乗りを行っている最中に車のドアが閉まってしまいそれに気づかず転落しすぐさま起き上がって車を追いかけて再び乗り込むという陳事を起こしている。最初のスポンサーが ラジコンで知られる日光だったことに始まり、イベントなどで来日することが多く、また、日本のファンの熱心さもあって、日本が気に入っている。ある雑誌の取材で最も好きなラリーイベントはとの質問に、祖国ノルウェーに近い北欧のイベントではなく、ラリージャパンと断言していた。近年では来日の度に、馴染みの店で神戸牛のステーキを注文したり、機会があれば、 寿司を食べに行くなど日本の食べ物に夢中になり、妻、パニエラに寿司とカツ丼の作り方を覚えさせたほど。さらに、ソルベルグの公式ホームページには、祖国のノルウェー語版、世界共通語の英語版とともに、日本語版のサイトがある。ソルベルグ家は、ラリーと非常にゆかりの深い一族である。両親とも、ラリークロスの経験者で、兄、ヘニング・ソルベルグも、 現役ラリードライバーとして長く WRC に参戦している。夫人のパニエラはラリードライバーを多数輩出したワルフリットソン家の一員で自身もグループ N 車両でのラリー参戦経験があり2000年にはノルウェーチャンピオンになっている。二人の慣れそめもラリー会場で知り合ったことがきっかけである。長男のオリバー・ソルベルグは父と同じく オートクロスを出発点として15歳からプロラリー競技に参加している。また、ヘニングの息子、オスカー・ソルベルグ、ヘニングの義理の息子、再婚した妻のツレコ・ポンタスティデマンドもまた、ラリー選手である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。